日銀名古屋支店の林真一郎支店長は景気判断を据え置いた理由として製造業では自動車生産が引き続き一服していると指摘さらにサービス業でも新型コロナウイルスの新規感染者数の下げ止まりが見られる中客足の回復ペースは緩やかなものとなっていると述べました先行きについては 半導体不足の影響の解消のメドは立ちにくいという状況になりますし、そのほか資源価格の高騰ですとか、ロシア・ウクライナ情勢の影響などが懸念されるということかと思います日銀名古屋支店では、こうした影響を踏まえ、企業収益や個人消費、物価動向などを注視したいとしています一方、東京商工リサーチはきょう、東海、北陸地方の9県で、 先月倒産した企業の数は86件で、2月より25件多くなっていたと発表しました。愛知県の先月の倒産件数は27件で、2月よりも10件増えていました。このうちコロナ関連の倒産件数は9件で、ウクライナ情勢の影響を受けた倒産は現時点では確認されていないということです。 愛知県で倒産した27県の内訳はサービス業他の9県が最も多く次に建設業で8県となっていますでは企業の倒産などは今後愛知の景気にどう影響するのでしょうかここからは専門家に詳しくお話を伺っていきます1年でおよそ560の企業を調査している東京商工リサーチ名古屋支社峰沢博之情報部長ですお願いしますお願いします よろしししくおお願願いいまますます峰沢さん先月、愛知県で負債総額が1000万円以上の倒産というのは27件でこれ、2月よりも10件増えているんですよね。景気が悪くなっているのではと感じるんですけれども、峰沢さんはどのように捉えていますかそうですね、えー、ただあの前年の同月の倒産件数は37件、えーまあ今月えー、先月の27件 から比べると10件減少しているということになりますので、はい、こ,のこれだけを捉えて景気が悪くなっているとは現状では言い難い状況です、うん、えと前の年の同じ月と比べると10件減っているのでピンポイント単月の倒産件数だけでは景気が悪くなっているとは言えないよとむしろ倒産している企業は減っているよということですかはい その通りですは、峰澤さん、その3月、先月の愛知県の倒産件数が、2021年前年と比べて減ったのは、ななぜなんでしょうか 2>,、えー、2つありまして、1つはですね、えー、やはり政府の資金繰り支援、えー、さらにまあ飲食店などのサービス業に対する助成金、協力金、まあ、補助金などを含めたもの、でもう1つはですね、 一昨年に比べ、まあ、コロナに対応する企業の、まあえー、体制が、えー、強まった企業が増えているということになりますあ、えー、と政府の資金繰りの支援ですとか補助金などがあることに加えて、うん、やっぱり企業もこのコロナ禍、えー、2年間ですかね、はい、に慣れてきているということが挙げられるということですか。ははい、はい、その通りですはいです 今後企業調査の現場から見た愛知の景気の見通しというのはどうなっていきそうなんでしょうか。はい、えー、やはり愛知県はですね、えー、まあ自動車産業、えー、に中あの経済を牽引されているう影響度が強い県ということになっております。そうしますと、やはりその自動車産業以外の他産業にも、えー、大きく影響を及ぼ,し及ぼしている自動車産業のもう生産回復これをもう待つしかは。 待つしかないという状況にあります。はい、ええー。まずはその自動車産、え、うん、自動車業界の生産回復がまずは待たれるということ。うん、そこがポイントになるということなんですね。はい。はい。その他にも注目の企業などはありますか。そうですね。あの私どもの間ではですね。まあ倒産が増える傾向を示すものとして。えー。金型とかですね。プラスチック加工、もしくはあの印刷業などの。 倒産がですね増え始めると、まあ倒産増加う基調になるのではないかというこういった指標があります。そちらのはいそちらのまあ業種が増えて来ればまあ倒産も増加基調にたどる可能性が高いと分析しております。倒産が増える傾向としてあの金型ですとかあのプラスチック成形などそして印刷関連企業の倒産があるとあのさらにまたこれ倒産が増えていく傾向があるんじゃないかと。 こちらの業種っていうのは、ですね、あのー、この何年間かで、ですね倒産としてほとんど出てきていない業種なんですね。はい、でそうすると、ですね過去のですねデータからひもとくと、やはり倒産が増加する、えーまあ、指標として、ですねこちらに今申し上げた、えー、業種の。 倒産が増えていくという、まあ、データがありますので、まあ、そちらを、まあ。今後、注意深く見ていきたいと、見ております。なるほど、今まで倒産に上がってこなかった企業も、注視していかなくてはいけないということなんですね。わ、うん、かりました。ここまで、峰澤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。